誕生日おめでとうございます。こちら本年の贈り物になります。ご挨拶もそこそこで申し訳ありません。本日は休暇ではないため、急いで本国へ取って返さねば。来年以降は代理休暇を利用し、この栄えある日をお祝いできればと。誕生日の祝いの準備などにも大変興味があり。おっと、すみません。団長さん、今日は良き一日をお過ごしください。団長さん、誕生日おめでとうございます。宮殿で開かれる祝賀会を模した席を甲板に設けさせていただきました。完全な再現をしたかったのですが、物資の移送などにも限界があり、言うなれば宮殿風ですね。雰囲気だけでも味わっていただければと。ではこちら式次第となります。本日の主役は団長さんです。存分にお楽しみください。会場までは私がエスコートいたします。どうぞこちらへ。